第二節千島学説学の矢広原理千島貴公氏はノーベル賞の医学生理学部門の候補として推薦ノミネートされたことがありますしかし残念ながら内容があまりにも高等無形と思われたのか当時は誰も追試する研究者がなく受賞には至らなかったようですその後森下圭一氏が 千島学説の追試実験を行いその正しさを主張したのですが認められず学会からは無視された形となりました。微力ながら私も千島学説の追試実験を行いその正しさを確認しました。また千島学説を支持し世に広めようという研究会もあり活動していますが今のところは大勢を覆すどころか。 その存在すら一般には知られていないのが実情です。千島学説は以下に述べるヤヒロ原理から構成されています。私自身の見解も付け加えながら順に解説していきます。第一原理赤血球分化説赤血球は全ての細胞の母細胞である。赤血球一元論赤血球は 酸素を運ぶためだけに分化した細胞ではなくあらゆる細胞に分化する母体となる細胞である赤血球から白血球やリンパ球が分化し白血球やリンパ球から体のすべての細胞に分化していく赤血球は現代医学では酸素運搬のために特殊に分化し 重要な細胞の構成成分である核さえも失った成熟しきった細胞であると考えていますしかし血液細胞のほとんどを占め莫大な数に上る赤血球の機能は本当に酸素運搬だけなのでしょうか千島学説では赤血球は一番若い未成熟な細胞であり核がないことは未熟な性であり 細胞になるる前段階の状態であると考えています。もっとも人や哺乳類の赤血球は核がありませんが鳥類以下の下等動物では赤血球は核を持ちこれを有核赤血球と呼んでいますさらに赤血球はあらゆる細胞の母体となる細胞で赤血球から白血球やリンパ球などあらゆる細胞が分化するとしています 定説では赤血球の寿命は約120日とされ肝臓や脾臓で破壊されると考えられていますが実際はどこでどう消えていくのかは今でも謎のままで明確には証明されていませんこの点は千島学説のように赤血球から他の細胞に分化しているとすれば簡単に説明がつきます千島氏も森下氏も 赤血球から白血球が分化する現場を写真に撮影していますが学会からは単に赤血球と白血球が重なっているだけだという論法で反対され無視されました写真は森下圭一氏が撮影したものでガマガエルの有核赤血球から下流を持つ白血球が発芽のような形で放出されている状態を示しています 生物の体内の現象は原理的には誰も見ることはできないのでこのような観点からは現代の寄生学説も千島学説も仮説に過ぎないといえばそれまでですしかし状況証拠から考えれば千島学説に軍配が上がると思います現代の血液学ではすべての血液細胞の起源なる細胞を造血幹細胞と呼んでいますが 今のところ、造血幹細胞は形態学的には確定されておらず、幻の幹細胞と呼ばれています。千島学説では、赤血球が幹細胞であることを明確に証明しており、千島学説は、現代血液学の立場からは、赤血球造血幹細胞説であると言えます。第二原理、赤血球と組織の可逆的分化説。 栄養不足や大量出血後などの病的状態の時は体の組織から赤血球に逆分化が見られる寄生学説は骨髄脂肪からの赤血球への逆分化の状態を生理的増血と誤認している寄生学説では栄養不足の時は皮下脂肪や筋肉から糖タンパク質脂肪が分解されて不足しているエネルギーになると考えています しかし、千島学説では、脂肪細胞をはじめとする体細胞が、赤血球に逆戻りする逆分化が起こるとしています。骨髄では、さまざまな分化の段階の赤目球、核を持つ赤血球のよう赤型が見られるため、現代血液学では、骨髄が造血組織であると考えています。しかし、これは、 骨髄の脂肪細胞が赤血球に逆分化していく過程や赤血球から骨細胞にゆっくり分化していく過程を見ていると説明すれば骨髄が造血組織であると誤認されている理由も理解できます右の写真は千島貴久氏が撮影したもので12日絶食した猫の骨髄像です A は骨髄の脂肪で脂肪の中に B の赤血球母細胞赤目球の塊が現れ連続して D の血管につながっていく状態を示しています現代血液学では骨髄で核を持つ赤目玉が核を放出して核のない赤血球に分化成熟すると説明していますこの時に放出された赤目玉の核の運命については何の説明もありません 放出された赤目玉の核は小リンパ玉様に見えます既成学説では放出された核は分解吸収されてしまうとしていますが誰もその現場を見た人はいません赤目玉から放出された核が幽霊のように消失するのではなく千島学説のように赤血球がリンパ玉を放出している現場であると説明した方が合理的です 最新の血液学では造血幹細胞はリンパ玉様の形態をしているという結論を出しています。ですから放出された赤目玉の核と思われているものはリンパ玉様の形態をした造血幹細胞であると考えられます。このように放出され赤目玉の核は実は造血幹細胞であり後に 下流白血球や骨細胞などの細胞に分化していくのです。第三原理バクテリアやウイルスの自然発生説バクテリア細菌や過糖な単細胞生物は親がいなくても有機物の腐敗の状態からその有機物を母体として自然に発生するこの事実はもし正しければ全土地がひっくり返るほどの衝撃を世界に与えることになります。 野菜や肉のスープを密閉した試験管内で煮沸したとき、バクテリアが容器に侵入しない構造になっていれば、煮沸後の栄養に富んだスープを放置しても、バクテリアは発生しないというパスツールの有名な実験以来、生命の自然発生はありえないとされ、この問題は解決されたと考えられています。しかし、かそれでは、 最初の生命はどうやって誕生したのかという大問題が未解決となってしまいますこのため現代生物学では何億年も前の原子の海の中で偶然に奇跡的な現象が起こって生命が誕生したと説明していますこれがオパーリンのコアセルベート説ですが今のところ試験管内での生命体の合成は成功していないので オパーリンのコアセルベート説は仮説の域を出ていません。千島はバクテリアのような過等な生命形態は今も昔も大自然の中で有機物から自然発生を繰り返していると説明しています。すなわち有機物は条件が良ければ集合してウイルスやバクテリアなどの過等な生命体を形成しさらにウイルスやバクテリアは 条件が良ければ集合しして細胞を形成します一つの細胞は条件が良ければ集合して人間など多細胞生物を形成します逆に多細胞生物は条件が悪化すれば単細胞生物に分解します細胞は条件が悪化すればウイルスやバクテリアに分解しさらに条件が悪化すれば ウイルスやバクテリアは有機物に分解するのです。地島学説のように考えれば細菌やウイルスは外から人体内に侵入して感染するばかりではなく健康状態が悪化して生存環境が変化すると人体内でも自然発生することになります。人体内で細胞が異常な状態になり腐敗すればそこから細菌やウイルスが発生するのです。 臨床的には、細菌やウイルスが外から入ったとは考えにくく、人体内で発生したと考えた方が理解し、やすい局面も多くあります。ウイルスやバクテリアは、人体外から侵入するから、ウイルスやバクテリアをまき散らす患者との接触を避けて清潔にしていれば、絶対に感染症にはかからない、という現代医学の定説は、大きな間違いであることになります。 下の2枚の写真は森下圭一氏が行った赤血球核を持つ有核赤血球の無菌培養実験の結果です培養開始から2週間目くらいになると赤血球の中にバクテリアが自然発生してきます下の左図は赤血球内に生じたバクテリアを示します下の右図は赤血球内に発生したバクテリアが外に出て 球状の球菌や棒状の肝筋となった状態を示しています右の写真は千島気候子の撮影でバクテリアの集団から原生動物のゾウリムシが自然発生する現場を示しています A は細菌の集団 B は細菌集団が細胞構造を示し始めた状態で右下の塊は新生したゾウリムシの初期の状態を示しています このゾウリムは後に細かい毛を持ち泳ぎ始めます。第4原理細胞新生説細胞は細胞構造を持たない有機物から自然発生的に申請する。ドイツの有名な病理学者ウィル・ヒョウが著書の「細胞病理学」の中で「細胞は細胞の分裂により生ずる」という学説を主張して以来これが今日の定説となっています。 これに対し、千島学説では、細胞は細胞分裂により増殖するのではなく、細胞構造を持たない有機物から自然発生するとしています。さらに、細胞分裂は、不自然な条件下で生じる人工産物であるか、老化した細胞の融合像を見ているのだとしています。この細胞申請の典型的な例として、 消化管の中で消化された食物の無構造な有機物の塊から腸の重毛細胞が申請しさらにこの重毛上皮細胞から赤血球が申請するとしていますよくテレビなどでがん細胞が試験管の中で盛んに細胞分裂を繰り返して急速に増殖している場面が映し出されているため一般の人はもちろん専門家までが 細胞の増殖とはあのようなものであるという既成概念が出来上がってしまっていますが実際に顕微鏡でプレパラートとなった組織を見ていると細胞分裂像はほとんど見かけないかあってもわずかです特に増殖が盛んであると言われている腸管の重毛上皮細胞でも細胞分裂像ほとんど存在しません医学の教科書などを見ているといかにも 組織細胞がクリアーカットに分類できるように図に書いてありますが実際に顕微鏡標本を除くと分類不能の細胞の方が多く困惑してしまいますこのような分類不能の細胞は赤血球から他の細胞へ移行する中間型の細胞であると言えます